豊橋市立中部中学校は愛知県豊橋市船原町にある公立中学校。豊橋市中心部に位置する学校で生徒数は約600名、クラス数は20。登校伝統の行事で豊川沿岸の長い道のりをウォーキングするイベント。航空住民の参加も可能。ただし、令和2年度をもって休止になった。最終回の 第40回は1.2年生行動で行う予定だったが新型コロナウイルスによる休校で延期を余儀なくされた。休止期間は未定。毎年5月下旬から6月上旬にかけて行われる。主な競技は以下の通り。生徒会及び先生が進行していく。また各プログラムの前に流れるアナウンスは前期の放送委員会が担当する。アナウンスは 事前収録されたものを流すが、当日の競技内でも放送委員会による実況も流れる。グラウンドの周りには、防球ネットやタイガーロープで仕切られており、直接生徒たちのいる応援席に行くのは、ほぼ不可能。当日は駐車場がないため、訪れる際は自転車や徒歩で来校した方がいい。主な競技全学年、各クラス選抜のリレーは一人一回までしか出場できない。 学年企画毎年変わる主に9憩会が進行する。2019年の3年生は台風の目を行った。全女、全男企画みんなでジャンプ書クラスごと。ありがとうございます。